はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥーダイ。というわけでね、いろいろ考えてボケーとしてたんですけど、やばいですね。食料がやばいんで、一応ウサギさん集めてきました。ごめんね、ウサギさん。もう仕方ないんだ。ウサギさんがいないと私は生きていけなさそうなんで、ちょっとウサギさんの力を貸してもらいたいと思います。うわー、ごめんね、ほんとに。ほんとにかわいそう。ウサギさんがいないと無理だ、もう。待て、NPC、お前ら上がる気だろ。絶対上がる気だろ、こっち。よし。OK。OK、いいでしょう。もう一回やっとく？いいよ。こっちらへんね。時々 NPC が NPC に乗って、上上がっていくから、さらに。これでいいでしょう。じゃあウサギさん話そうか。よいしょ、ナイフも用意して。あー、かわいそうに。これでお肉どれぐらい取れるんだろう。届かない。嘘だー、なんかそういうの悲しいって。うわー、めっちゃぴょんぴょんしてる、かわいそう。よいしょ。で、消えないでね。ちゃんと拾えてるよね。いやー、ごめんなさい、ウサギさん。18の肉になりました。 18？ いやー、こんな感じでニワトリとかも食べてるから、みんなさばいてないだけで、食卓には並んでるから、かわいそうに。ウサギさん、マジか。これ一回鍋作ろう。よいしょ。鍋。ん？鍋でいいの？グリルじゃね？グリルだよね。グリルだわ。これ。で、鉄も大量生産してるんで。スプリングと鉄と、もう一個なんかパイプ？そんないらないけどな、これ10個も。まあ、時間かかるから作っといて損はないか。よいしょ。お肉やばいな。お肉ね、あれなんですよ。卵ないかな。あー、卵だった。鶏か。鶏買わないとね。でも、餌がない。餌作るのが、なんていうの。餌作るのにも小麦とかなんか必要で、ひまわりとかね。そのためにも、草がっていうか、農業しないといけないんですよ。でも農業が死んでるから、今ちょっとね、もう本当にこれに託されてる、この水中農業に。こっちは雪かぶってるけど、雪かぶってない部分が育つならば、ワンチャンこいつらが育ってくれるなら。うわー、なんかもうダメそう。めっちゃ雪かぶってる。こいつらが育ってくれるならば、どうにかこうにか、まだ育てれる見込みはあるんだけど、ちょっと厳しい気もするなぁ。なので、どうしようか。ちょっとお肉養殖場兼テスト場を作るか。
HP も回復したいし、水も欲しい。じゃあちょっと土入れて、ゾンビも湧いちゃうと思うんで、まあそれも覚悟しながらの施設をちょっと作りましょうか。ちょっと生きていくのが一番先決ですよ、この状態。ベアトラップと、これでいこう。あとキャンプファイヤー1個。ファイヤー。よし。どこに作ろっかな。どっちがいい？こっちが良さそうだけど。ヤシの木がいっぱい生えてる。あっちにしよっか。こっちにしましょう、こっちに。よし、こっちに、キャンプファイヤーにお肉を入れて、ちょっと、安全に保存しといて、これで保存できた。枠。枠と、レシピのピラーかな。これでいけるかな。こっちの方が当たりにくそうだよね、ゾンビの攻撃。18しか作れない。もっと欲しい。916、5マスぐらいは欲しいかな。こんなもん？ちっちゃいな。もう1マス。もう2マス。こんなもんでいっか。よし、こんなもんでいこう。感じ。で、ああどうせならこの前の実験もやりたいな。死体が落ちるかどうかの実験もやりたいね。ちょっとね。これが大枠だとして、ここが中心でしょ。だここにトラップを置いて、肉を置いて、もう一マスぐらい広げるか。やっぱりこれくらいにする。何マスぐらい動物湧きそう。これぐらいで多分開くでしょう。で、トラップを設置して、トラップに当たって落ちる。まあこれ、これトラップだとしよう。こう設置されています。いや、こっちだな。これが設置で、これが床。違う。こっちが設置で、これが床。こっちで死ぬ。こっちで死ぬ。これが落ちる。ポットン。ランプ。このランプじゃない。感じ。ポットン。こっちがプレート。これどうなるんだろう、ゾンビ。
こうなるわけじゃん。死体転がらないね、これ。引っかかるね。ってことは、これはあれだな。4分の1ブロックっすね。レシピ。これだね。これだね。これが、ポールかな。これ引っかかりそうだな、下へ。ポール？もう一個は、50。ピラ。ランプ。ガシャーン。音。これいけるね。ガシャーン。音。多分いけんじゃね。あ、そっか、前に飛び出てるんだ。忘れとった。これもう一個上か。これヘッドショットライン、ヘッドライン入る。怪しいな、怪しいな、これ。これでうちがハーフで上げるか。これでやって内側を2分の1プレートで上げよう。あるかな、レシピ。これだ。これで上げて、あ、これ絶対ガシャンされるじゃん。でもこれガシャンされる、こっちでガシャンされるからダメくね。もう一個置く、もう一個置く、もう一個置くでガシャンされる。こっちでガシャンされるか。したらどうなる。ガシャンされないな、これは。難しいところですな。こう一回設置してみるかも。怖っ、怖っ。これランプもう一個だね、そしたら。これでマジ氷河期早く終わってほしいんだけど、ちょっと俺の敵がだんだん増えてってるんだよ。これどうよ。ガシャンされる。落ちてきそうじゃね。でもこれぐらいだったらさ、2メーターアーチ2個っていうのもありじゃね。あ、マジか。ダメかな。
と下げな気がするけどな。ガシャンされてみないとわからないっていう。じゃあこれでやってみてダメだったら、あっバッシュ、貴重な、貴重なやつ一個やってしまった。ショック。ショック。あー。鉄2個になってしまった。マジか。1、2、3、4、5、6、7、8。8個だから、まあ足りるからいっか。今回これを仮組みして次回ちゃんと組んでみよっか。コンクリート入れちゃっていいかな。で、多分ここに木でいけるかな。木でいってみるか。取り付けるところだけちょっとコンクリートにしとこう。こういう感じにして、落ちてくる。こっちがガシャンだっけ。違うね、こっちだね。ってことはこっちにピラーが入るんだ。ポールだね。こっちはコンクリートにしとこうかな。殴られるかもしれないし。よし。で、ホールを。こう。そうだね、下へ落ちやすいように。これでいいでしょう。で、これにこいつをガシャ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 つけてって、ガシャーンできるから、ここに土を入れるとな。中央なくね。嘘、中央4つになっちゃった。嘘でしょ。こっから行く。これか。あ、俺中央4つなってんな。マジで。1、2、3、4、5、6、7、8、9だから4の4の1。だよね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。なるほど。10なのね。じゃあ11にしちゃいましょうよ。もう11で。
っちも12345678911、これでいいかな。いける？これで中心出るでしょう。これが中心かな。 OK、 これが中心だね。で、木を入れて、よし。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりたいと思います。次回この続き作っていきましょう。お肉確保プラスゾンビのトラップの検証みたいな感じだね。これは一石二鳥のテストができるはず。俺の想定通りにもことが運んでくれればだけどね。こっちでガシャーンつって死体がポローって落ちてきて、うめーってなる。ゾンビはお肉は、まあ、単純にお肉湧いてくるからそれ食べればいいから。こっち側もやるかな。そしたらだって俺こっちにいるわけじゃん、いつも。こっから動作見えないといけないから、こっち側もちょっと同じように作るか。だから今 11×11 だ、10、20ぐらい、21、22ぐらいあればもうバッチリ。足りない、全然足りない。よいしょ。鉄持ってなくて、持ってる？26、足りる。うわ、もうスプリング切れちゃったな。 OK、 というわけで今回もご視聴ありがとうございました。ステシカでした。アルファ17まで間に合うかな、いろいろと。そろそろライブにしたいな、こっちの方を。むしろ、これこれというわけで、ステシカでした。